ちは、こんばんは、勝弘です。今日はウィンターボードのテーマですね。なんとフリーで無料でインストールできるテーマの紹介をしたいと思います。名前の方が BOSS iOS 8 となってます。見た目はこんな感じになってます。まあ無料となってますんで、ちょっと全部のアイコンの方は変わってないんですけど、まあダークウォーク系とか、まあ普通の、Twitter とか Facebook もこんな感じになってますね。で、あと下に電話と、設定ツイートボット、サファリがあります。で、あとは電卓と、時計がこんな感じになってますね。で、設定を上げてもらうと、まあ設定の中のアイコンもこういう感じになってます。で、ウィンターボードを受けてもらって、先ほどのテーマをインストールすると結構いっぱい入るんですけど、ちょっと使えるのは、僕は使ってるのは1個だけで、 BOSS iOS 8 と書いてあるやつだけを適用させてます。そうすると、まあ、先ほど見た通りこういう感じになってます。今日は BOSS iOS 8 の紹介でした。ではまたねー。